そよ風の妖精、日だまりの聖女、いや違う、もっとこう別の。ルカ様、何をそんなに悩まれていらっしゃるのですか。あなたの新しい二つ名を考えていたんです。豪華の魔女なんて恐ろしげな名前、ジャンヌには似合いませんから。私などのために。せっかくならあなたが呼ばれて嬉しい名前にしましょう。何か好きな言葉はありますか。美味しい食べ物の名前は全て好ましく思います。あ、いえ、そうではなくて。